今日も晴天の下でレースが行われてきました。ボートレース都の G3 参考マキシーカップ予選の3日目もラストカード12レースツッキー選抜戦です。対戦メンバー1号艇三重坂口めぐる、2号艇岡山岸本隆、3号艇岡山井上大輔、4号艇東京宇賀義経、5号艇福井川原正明、6号艇福岡島田一成です。目立った動きはなく、1コースは地元の1号艇坂口めぐる、この絶好枠からシリーズ3勝目を狙います。2コースは2号艇岸本隆は前半は角から0-1のスタートまくって1着です。3コースは3号艇井上大輔が入ります。4コースは4号艇宇賀義経、今日第1レースインから2着。5コースは5号艇河原正明です。前半レースは陰線こらえて1着を取っています。6コースは6号艇島田一成、今日の5レースは2着争い制しています。カードは4コース4号艇宇賀が取って3対3の枠なり進入2つに分かれました。このレースは地元の1号艇坂口めぐる人気の中心です。人気の相手は2号艇岸本、4号艇宇賀と票が集まっています。この時間もまだホーム向かい風はやや強めの状況となっています。第12レースのツッキー選抜戦です。進入は内側から1番、2番、3番ダッシュが4番、5番、6番です。スタートしました。4コース4号艇ウバ、そして5号艇から6号艇島田がわずかにコースアウト。角からまくろうとする4号艇ウバ、1号艇坂口突っ張って逃げる。切り込んでくる5号艇から2号艇岸本、内側から3号艇井上、逃げた1号艇坂口が先頭。2番手5号艇から3番手から4号艇ウバが続きます。この後方から2号艇岸本、6号艇島田、3号艇井上が最後方。スタートは正常です。2マーク1号艇坂口、5号艇から切り込んでくる4号艇ウバが3番手、上位は1番、5番、4番、内側から2、3艇審査、4番手から2号艇岸本が続きます。2周目に入っています。1マーク先頭1号艇坂口めぐる、2番手5号艇河原正明、3番手は内側から追っつける2号艇岸本、握ってかわしていく4号艇宇賀が3番手です。内側から2艇審査、4番手から2号艇岸本、後方6号艇島田、3号艇井上が続きます。2周の2マークの旋回、1号艇坂口めぐるが先頭、5号艇河原正明2番手、4号艇宇賀義経が3番手、4番手から内をつく2号艇岸本、上位は動きありません。1番、5番、4番で最終周回です。1号艇坂口めぐる、5号艇河原正明、4号艇宇賀義経、1番、5番、4番の体型動きなく3周1マーク旋回、6選手がバックステージに入ります。1周1マークでは角から4号艇馬が仕掛けてきたんですが、これを跳ねのけて逃げました。1号艇坂口めぐるが先頭、2番手5号艇河原正樹、3番手は4号艇馬が2艇四半リード。最終ターンマークです。1号艇坂口、5号艇河原とクリア、3番手は4号艇馬が先待って最後切り込んできますが、2号艇岸本は4番手、3連単 26.6倍、先頭1番坂口五輪、2番手5番河原五輪、3番手は4番宇賀が五輪、2番岸本、6番島田、ラスト3番井上五輪です。